大さん、これお土産なんすか。これ今回ねタイにテスト行ってきたんですよ、エンジンツーリング。おお、行ってましたね。で3年世界戦があるんですよね。もうね、世界戦があるんで、うん、それでお土産 で、うん、で最近マギーが、これマギーって、うん、タイの醤油なんですけど、うんうん、目玉焼きにかけると、はいはい、美味しいですよね。あらららら、美味しい、ね、ありがとうございます。ちょっと普通の日本の醤油ほどしょっぱくないというか、うんうん、マジでも多分目玉焼きには合うんで、うん、本当ですか、うん、ちょっと楽しみですね。ちょっとかけてみてください。これあれですか、タイ飯食うじゃないですか、うん、あとよくツイッター測ったりします。置いてあります。それはあ、これ楽しいですね。ちょっと、ね、ちょっとこれ、うん、そう、そう、この間タイといえば、うん、TATC の案内を、うん、あ、アディクトですよね。アディクトですよ、はいはい、もちろん、はいはい、そうで今回行ってちょっとタイで打ち合わせをしてきたんですけど、うんうんうん、まあどうするって話をして、あ、 TATC ね。そうです、はい、一応僕も片足突っ込んでる。いやいや、言い出しっぺの、大体言い出しっぺし、大体三浦さんのせいでしょ、あれ。そうそうそう、もうそこから始まってはいるんではい、はい、まあそれがあるんで、うん、今年どうしようって話をして、うん、来年ね、うん、まあ高橋さんはね、ああやって、うん、動画でね、動画で言ってくれてるんで、うん、まあぜひぜひ。いや、僕誰よりも僕が楽しみにしてますからね。そうなると、うん、今回クラスなくなったんですね、結構ね、いろいろね。そう、ちょっと減ったんですよ、うんうん、まあ硬い線のところしかないから、うん、トラックとミニがなくなったね、F1もなくなったし、そう、うん、FF とって形で、もう全部オールツーリングですもんね、うん、まあ TI、ツーリングかチャンピオンシップですよね。そうそう、あそこはね、でもなーってちょっと寂しいなって気がするんだけど、まあ、また、ね、3年ぶりの復活か、だからそういった意味では、うん、まあ、硬いところから行くのもありかなと思ってるんですけど、まあ、俺の中ではまあモデファイをね、やめたら、クソ早いモデファイはやめようっていうふうな、うん、おお、提案したんですか。したんですよ。で、うん、まあ、イタルさんって、あの、サイムタミヤの鈴木さんは、うんうん、やっぱそこに対して大丈夫なのかなとかって、あ、それやっちゃうとね、うん、そのモデ、プロドライバーの速いところを見たいっていう人たちもいるんじゃないかっていう、うん、まあ、正直その気持ちはね、やっぱ見学としてスポーツ観戦としてやっぱ楽しみだなって気持ちはあんまあるのはありますね。ただメーカーとしてね、今年じゃあ、まあ話戻ると世界戦ね、うん、イタリアでありました、うんうん、58人しかいなかったんですよ、うん、それが実際世界のその中でメーカーサポートの人間がほとんどで、一般のお客さんが少ないっていうことはビジネスにはないと。確かに。で今年の、全日本が、うん、一番上が15人しかいないわけですよ、スーパー駅場が。ということはそんだけしかいないところに、うん、その商売としてなるのかっていうふうに思うと、うん、やっぱそれのきっかけ、提案のきっかけをやっぱ TITC でしていく必要はあると思うから、うん、確かに。だからで、まあ、今回世界戦の時にね、ホビーウィングはその本部から来てないわけですよ、うん、本体が、うん、バッテリーにしても、はい、モーターにしても、はい、っていうのはやっぱビジネスがそこにないから来ないわけじゃないですか。モデファイのそこに行く必要がないっていう見方をしたわけじゃないですか、はいはいはい、そのモデファイにとらわれなくて、モデファイじゃなくてそのエキスパートのドライバーたちがある程度のスピードで勝負するっていうところに落とせばいいんじゃないのっていうふうに、そう、なんか外国人しかエキスパートのドライバーが 13.5 をやっちゃいけないって勝手に思ってるだけで、あの勝手に速くなったスピードじゃなきゃいけないって決めつけてるんであって、それが果たしていいのかっていうふうに思うと、僕はそうじゃないと思うから、そのきっかけとして 13.5 のブーストなのか何でもいいから、でそれを別にモーターを規制しないで、そこである程度オープンストックじゃないけど規制の、でそれが下のクラスと同じモーターバッテリーで、なるほどなるほど、勝負をしてるっていう方を見せて、例えばそれが終わってじゃあ優勝した人のアンプとモーターをそのままじゃあ抽選で景品に出すとか、そういうことも含めてもありなんじゃないのっていうのが僕からの提案ですよね。まあ、それだけ速くなくても、まあ、観戦としては結局そのドライバーたちの技術とか走りを見れればいいわけだから、まあ、そのモデファイとかちょっともうあまりにも速すぎるから、ゼッケンの見えないラジコンはダメですよ。ああ、確かにね、うん、だからやっぱその誰が、自分たちはこのボディがこの人だって分かってるから見てられるし、うん、説明ができるけど、うん、ちょっと目を離した時にこれ誰誰、うん、逆に言って81なんかよく真っ白のボディで、うん、誰がどれか分からない、うん、だからそれだと結局は意味がないから、まあ、自分たちの中だけの身内だけの完結しちゃいますよね、ショーとしての一面がもうなくなっちゃいますよね。だからそういった意味である程度見れるスピード、うん、だからこそ逆に言ったスー、今あのこの間あったスーパー GT のレースとか、あの遅いスピード、タミヤのレースもそこもみんな楽しむわけじゃないですか、
だから そこがそのツーリングカーの今悩んでるところで、うん、速すぎるツーリングカーが逆に言ったらみんな走らせたいと思わないところだから、うんうん、無理にそれにこだわる必要はないかなって。そうね、2、3年前から確かこの話してましたもんね、うん、もうちょっとさすがに速すぎて一般人が13.5 のブーストですら100何キロ出ちゃう時代で、それでも速すぎちゃうわけだから、だから魅力を感じないところであって、だから 17.5 のブリンキーだったり、逆に言ったらやっぱもう一回やっぱ54じゃないけど、それこそ高橋さんが動画の中でヨコモがブラシモーターを出してきたじゃないですか。ああいうことを含めてね、それは一つの道としてはありなのかなと思うと、まあ、それ聞いちゃうとなんか今年の TITC も三浦さんの意見通した方がやっぱり良かったのか勝手に思っちゃいますね。だからまあそれでなる可能性があるんで、まあ、あるんですね、まあ、そう、そこはモディファイアではそういう風にしてほしいっていう要望はして帰ってきたんだけど、まあそれはそれで、だからその時にうちとして別にドライバーをね出さないってことは協力するし、逆に言ってそういった見せ方をしてみんな楽しさを見せていかないと、なんか早すぎちゃって何にも運転できなくて、で飛べは車が全損でってなるのは一番面白くないなと思って、確かにっていう話をしてきたんですけど、ね、やっぱみんな遅い車のスピードがいけないんじゃなくて、はい、そこに楽しさがあるわけだし、自分たちだってそれをに、楽しみとしてるところもあるわけだから、まあ、モデファイもうやろうって思わないですよね、早すぎちゃどうぞしかない結局ね走らせる、だから電動ツーリングやろうって思わないわけでしょ、うん、でじゃあ81だって早いじゃんって言われるんだけど、うん、81ってスポンジタイヤでコントロールできるじゃないですか、大らかですよね動きがね、逆に言うと、うん、音があって、うん、原付きと一緒だから、うん、ブラーンって言ってるけど、ちっとも来ない、あの昔の原付きと一緒で、ブーンって言ってるけどどこにバイクいんだよっていうのと今の速いバイクと同じようなことだから、で81ってそのクラス分けが、うん、まあ、今回SMJ カップでは年齢では分けるけど、うん、使ってるものでの分けって全くないんですよ、うん、実は、うん、だけどみんな使ってるものがエキスパートも一般の人も同じだから、うちとしてもスポンサーをするか、うん、メーカーとしてドライバーを出してるところもあるし、そのモデファイっていうのはもう本当に彼らの特殊のために自分たちの車を作って、やったところで商売にならないっていうのを考えると、確かに市場へのフィードバックというかね、なんだこう反映がないと、まあ、正直メーカーとしてはね、やっぱ結局営利団体なわけですから、そう、そこが、うん、じゃ あの TA08 がね、あのふにゃふにゃなシャーシでもみんな売れるわけですよでもあれはあの食わないタイヤでやるんだったらあれで走れるから、うん、いいわけじゃないですか、うん、あれをじゃああれ世界戦企画でやろうなんて誰も思わないじゃないですか、うん、だからそういった意味でね、そのスピードっていうところの部分での分け方をどうするかっていうのが、それを提案するいい機会じゃない。そうですね、パワーソースがもう本当進化しきってるから、うん、もういよいよその速度、うん、進化の速度に合わせるんじゃなくて、うん、どこかで制限をかけていく時代ですよね、時代かなと思って。確かにバギーはパワーがあろうが、うん、なかろうが、うん、グリップの限界がありますからね、ジャンプの飛べるところで行くから別にそこまでね、だからバギーに 4.5 積むわけじゃないじゃないですか、ターボかけるわけでも、大したことないじゃないですか、はいはい、でみんなでも世界はストックで遊んでて、うん、それで遊べるから、うん、その市場がそこまでシュリンクしてこないっていうところを考えると、まあ、そういった提案をねする場所として TITC っていうのはあっていいと思うよっていうので、うん、話はしてきて、それの発表があったらいいですね、それ、まあ、そういった感じのことは言ってますよね。まだレギュって決まってないの？一応もうほぼもうすぐ発表されるって言ったらな、一応俺は楽しみですね、だからそういう風にしてほしいっていう、だからモディファイにねこうなる必要はないよっていうのをちょっと言ってきたんですよね、そう、トップドライバーがそれにどう反応するかはちょっと見物で、そう、でもドライバーたちがそれであだこうだ言ったところで、いやじゃあメーカーがみんな撤退するよって言ったらドライバーはご飯を食うことができなくなるんでね、実はそれで、なんでそこに市場がなかったらメーカーがそう、ね、車売れないんだからそこにやってもしょうがない、確かにまさにその一つのは TRF がそれであそこの世界から身を引いたわけじゃないですか、でもまあそれだからといってレースやめたわけじゃなくて、今回また下のクラス出たりとか全日本出たりとかもしてるわけだから、そこに対してのバランスを適正な判断を早くしたのがタミヤなのかなと思うから、だからそこに対してもう少し自分たちでもやっぱもう置いていかないと、ダメなのかなと
思ってはいるんだけど、でも俺の自分のじゃあレースをやろうと思った時に何ですかそれ、まあでももう TT しか FF です、2択でしょ、とりあえず悩むとしたら、悩むとしてはそこなんだけど、 FF はねうちの車があるから、まあ、確かにでも早いんだよタイの FF、 早いよね、めっちゃ早いよね、あの特にあのほらなんかターボブースト機能あるでしょ途中でね、で僕がやりたいラジコン、なんていうかな、あくまでも、まあ、こんだけ、ね、コンペティションのメーカーやってる中で、うんうん、やっぱ遊び心をどうやって持っていくかっていうところが大事かと思うと、別に FF じゃなくてもいいっていうところで、うん、で高橋さんちなみに僕はもう一択です、一択でしょ、 TT ですわ、でしょ、うん、だったらやっぱそこかなと思ってそうですね、うん、そうでもね、今までここ最近出た時って僕ギミック的な遊びを、うん、やってましたね、してきたんですよね、音とか煙とか電飾とかね、そういろいろ、ね、そういうのやったじゃないですか、そこの遊び方がね、うん、まあ強引にやっちゃうかどうかですよね、うんうん、そうで前の時やって、うん、主権これダメだってやったことあったんですよこれダメだってこれダメだかって、え、なんでって言ったんだけど、もう別に車検落ちしてもいいから、俺はこれを楽しさを見せたいから、ね、記憶残んなくていいからって、そうそう、毎回 あのディスコにはリーよって言動かしたいだけだから、そうそうそう、動かしたいだけだからって言って出てたのが僕の中の ATC だし、まあ、そもそも早いのも遅いも興味ないからね、そうそう、それはもうそこはもう、はい、上の人たち頑張ってくださいっていうところで、そうだからその楽しさで見ると、うん、まあだから究極で言ったら現地で買って作るのでもありか、うん、ああそれもありですね、うん、確かにね、結局荷物持ってくると大変だし、だから現地で買って、うん、そこから TT なら皆さんなら20分作りますからねエキスミっていうのがあるじゃないですか、 あるね、あるわ、わざと的にはベアリングが入ってないからねあれだけど、うん、まあでもそこからねやっていくとかっていうのが、まあなんかそんなようなテーマでもいいかなとちょっと、うん、そうですね、うん、まあ、それはじゃあ、まあ、まあ来年だからそうなんか考えましょう。そうでもまあ正確なレギュレーション一応なので、ね、一応参加しますと。ああ嬉しい。うんうん。高橋さんと対決。村さん行くんだろうなとかね、ちょっと考えてたんでよかったです。もちろんもちろん。もちろん行きますよ。まあ、またプロパーどうせあのね、うん、ちっちゃいコンパクト。おあれね。うん、でもうめんどくさいからあの XB のプロを現地に来てるんで。そうだね。この間の。XB のプロパー本当に動かすだけになっちゃうからね、あれでもまあいいんだよね、別に、ね、そう別にいいんだもん、切ってこうやって、あだからあれあの時の世界よ、あのクマブンのプロパー、あれねでも荷物なんないからいいわ、小さいからね、小さいからね、そうプロパーだけ持ってって、あとは現地で調達とか、なんかあれあんなの飛行機積むとこれ爆弾じゃねえかって思われるよね、あんなこんな塊にバッテリー積んだってね、これ絶対爆弾じゃんね、IC1 機とかレバーね、そうそうそう確かにそうだよねそう、まあでも現地で切ってるのってだけで大したことしてないから、うん、まあだから そういう形でね、うん、なんかまああくまでもやっぱ楽しむっていうところから、素晴らしい、ボディ何にするの、ボディ、いやまだレギュレーションがちょっとよく、ね、はっきり分かんなかったんで、うん、まあ僕あれ出るなら、うん、まあ一応そのレーシングライクな方向で、まあ、勝てる方向で、うんうん、まあその本気じゃないにしても、うん、まあ、つくま作って持っていきたいなと思ってるんですけどね、そういうことね、うん、まあそれにどこまで準じていくかだけど、一応僕あの毎回必ず目標って何ですか、目標ってレースの目標、いや分かる、TT クラスでしょ、そう、まあ、優勝しちゃうんじゃないですか出たら今、ね、全部トロフィーもらってきてるんで僕、あそうなんですか、そうそうそう、すごいの、もらわなかったくないです、じゃあそれはもう、じゃあトロフィーを持って帰るっていうのが、あそうですね、そうですね、うん、じゃあ伊藤さんあれです、あのビリでもいいからトロフィー出してくれまあなんかじゃあ TATC のことでまたなんかそうですね、またちょっとだからそれで、うん、まあ一つは現地で買って作るっていうのが一つの方法、はいはいはい、まあもう一個はこっちで作ってくるとして、まあ、そうね、うん、まあ普通に三浦さんの場合普通に出たって面白くないからね、そうだからまあそれを、うん、じゃあここで動画の中で作りながら、うん、じゃあ普通の人が TITC へ行こうと、この動画を見てる人がね、自分たちも一緒に行きたいなって思う人が、うんうん、ああそうですよね、 XB 買って三浦さんが出てりゃ、うん、同じの出りゃいいんだみたいな、そうそう、あ俺もそれにしようかな、もうなんならだからそういう意味でTITC に行くための準備編じゃないけど、うん、何も持ってきますと、お金、パスポート、うん、以上まあバッテリーとかがあるから、はい、まあ、その辺は軽く持ってくとしても少ない荷物でラジコンを楽しむのも TATC の目的はね、うん、やっぱラジコンを楽しむっていうこともそうだし、うん、
バンコクを遊ぶっていうことも一つの楽しみだっていうところが、それがまあみんなに、あの共有されてあんだけの人数が来てるんだから。そうだ、僕なんか頑張ってね早く走ろうとしたって意味ないわ。やっぱこの誰でも出れるんだぜっていうところ見せないと。そうだから、そういった意味ではこの荷物でレース行きますっていう、みたいなね。本当は昔のあのためのRCバッグあれ1個で行けるぐらいのやっぱ気軽さっていうのがやっぱ必要かなと思うんだ。そうやって出れるためのクラスが TT なんじゃないかな。なるほど、なるほど、なるほど。と思うんで、そうね。うん、だからそういった意味で、うん、まあ、もうちょっとボディが決まったりとか、うん、レギュレーションが決まったら、うん、そのための。そうですね。うん、もう一回会議しますか、そこ。もう一回それはもう一回話しするとして、まあ、そんな形で JTC で参加しますので。わかりました。勝負ですから。あ、勝負ですね。わかりました。うん、出るからね、一応頑張りますけど。一応ね。うん、まあ、プロも握ってる時だけは大きいですからね。大きいですけどね。まあ、あのね、前回のあの、あれと一緒、パインビーチと一緒ですよね。そう。そんなね飛行機代高くないんで、うん、この間全日今回いくらぐらいでした？13万円ぐらいだったから。あ、やっぱちょっと高いね。高くはなったけど、うん、それでも、まあ、サーチャージが高くなってるんで、うん、チケット代が高くなってるっていうよりも、うん、でもこれで便数がコロナ解除されたから便数増えてくればもうちょっと下がってくるんじゃないかなと思ってます、うん、今便数が少ないんで、とにかく1日日本から出てる便がかなり減ってるから、そういう意味ではあのでももっと高いのかなと思ってたから、うん、それから考えればちょっと上がってるけど、まあ、この原油高、ね、うん、物価高が 1.5 倍と考えれば、うん、それで考えればある意味しょうがないところはあるかなと思うんで、まあ、もともとねあのラジコンして海外にラジコンしに行こうって言った時点でね、かなり結構贅沢なわけですから、そう、そこはただ恥ずかしいですよね。そう、まあ、それはそれであるとして、はい、まあ、でもそれよりも安く、でもホテル代とかが安いから。ああ、そうだね、うん、だ向こうにいた時の滞在費は安いんですよね。飯も安いし、ね、より安いから、そういった意味ではね、全然。ちなみにこれ1本10月だから80円ぐらいだったので、まあ、この100円はしないというところで、まあ、そういった意味では物のね安い国ではあるので、まあ、参加しやすいかなと。で別にラジコのお店もあるから、あれもこれもっていっぱい持っていく必要ないからね。気が軽い荷物だよ。で夏だから僕 T シャツ短パンサンダル虫刺される薬があれば大丈夫なので、あのあれあれ虫除けスプレーマジで大事。そう、蚊に刺される人ね、いるから、そこが大事かな、うん、まあなくても向こう置いてあるんで、まあそうですね、売ってますからね、言ってください。なのでまあそういった形で皆さんぜひ JTC、はい、悩んでる人はちょっと参加したいなと思ったら言ってください、ね、はいはい、スーパーウルトラライトスタンスで行くんでね、行くんで いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。